クイーンズクライマックスシリーズ戦2日目代表を決定しましたのは宇野弥生選手です。それではご登場いただきましょう。決まりました。はい、ごめんなさい、マス取っていいですか。はい、もう息が上がって、はい、はい、いやでもファンの皆さん嬉しいですよね。はい、いや決まりましたね。はい、よかったです。はい、ではね、レース振り返っていきたいと思います。展示は03のタイミングでした。はい、本番はどのような感触でいけましたか。ちょっとお腰を遅らしたつもりだったんですけど、気持ち様子見た感じですね。はい、はい、そしてここは2コースまくりを選択しました。はい、はい、回った感触どうでしょうか。ちょっと船の向きは甘かったかなと思ったんですけど、はい、思ってたよりしっかり返ってきてますね。はい、ちょっとこう体感とリプレイ見る感じでは違うんですかね。そうですね、はい、ではね、まあ、本番は良かったかなという評価にはなりそうですね。はい、はい、ちょっと昨日のドリーム戦は調整で少し失敗していたというコメントでもありましたね。そうですね、ちょっとどこまで冷えるのかの予想がちょっと甘かったなっていう感じですね。はい、この隅の絵は、まあ、いつもならナイターなんですけれども、はい、まあ、デイ開催ということで、はい、今日お昼間の隅の絵走った感触どうですか。まあ、昨日の夜で回りすぎだったので、はい、まあ、お昼のが合わせやすいですかね。はい、後半はですね、12レースに再登場となります。はい、はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、昨日の失敗を生かして、しっかり合わせて、また私らしく走ってここに戻っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ではそのままカメラさんに伺っていただきます。はい、見事なね、2コースまくり決まりました。後半12レースに再登場となります。では最後書き終わったらポーズをお願いします。宇野選手でした。ありがとうございました。